時わざとぶつかった。何？わざとぶつかった。何が？わざとぶつかった。何が？私に。すごい痛かったんですけど。謝罪とかないですか？ん？謝罪とか。ないです。ないですか？はい。あ、じゃあちょっと警察呼びますね。はい。あ、ちょっと逃げないでください。逃げないでください。何が逃げるの？僕ちょっとぶつかってるんで。ぶつかってるんで。すごい痛かったんですけど。それがどうしたの？ちょ、わざとですよね、さっき。何？わざじゃないって言ってるでしょ？こっちに向かってきましたね。明らかに。あなたがそうじゃないの？警察呼びましょう、ここで。言えるの？それ。名前、地名。私が言わなきゃいけないですか？その上と下の名前。それを言わないです。さっき僕のだから言ったでしょ、あんた警察に。言ってません。言ったよ。言ってません。聞いてる。言ってません。録音してるよ。あ、本当ですか？じゃあどうぞ。名前どうぞ。名前言わないです。氏名も言わない。氏名言わないじゃなくて。言わないです。言ったんだから。警察経由で聞いてください。警察経由で、あなた言いなさいよ。言ったでしょ。言ってませんよ。当番に言った。聞いてる。ちゃんと録音してある。あ、じゃあ110番の録音聞いてください。ちゃんと録音してある。じゃあ110番の録音聞いてください。してやるの今。じゃあ私が警察からじゃなくて、私の名前言ったよあなたは。言ってます。パキ。高直樹で言った。言ってません。ちゃんと録音してあるんだよ。言ってません。言ってない。言ってません。今初めて聞きました。嘘ばっか言うな。さっき言ったよ。今初めて聞きました。嘘ばっか言うな。今初めて聞いた。嘘だよそれは。ちゃんと証明できてる。じゃあ警察に聞いてください。警察に聞いてください。あなたの名前言いなさいよ。嫌です。まっすぐ。それはあなたもでしょ。れるんだよ。それはあなたもですよね。スマホなんか見てない俺は。それはあなたもですよね。俺はスマホなんか見てない。で、見てないんであれば避けれますよね。なんで避けなきゃいけないの。なんで避けなきゃいけないの。避けれたのに、だけど俺はなんで避けないといけない。なんで避けない。あ、それじゃああなたなんで避けないといけないのに、避けれたのに避けなかったってことですよ。男性、メガネ、黒縁メガネ、身長170歳、身長170歳、年は30代から40代、黒いカバネ、あのカバンを持ってる。左手にスマートフォンを持ってる。黒いスマートフォン。上は、白色半袖解禁シャツ。下は黒ズボン。ブルーのスニーカーらしきものを履いてる。危ないものはナイフとかアイスピックは今のところは 見えてないんですけども、カバンの中に何が入ってるか所持検査してないんですよ。液晶室ですか？液晶室に行くんですか？あ、じゃあ液晶室に行きますね。わかりました。そうですね、勝手にちょっと私が歩いたら思いっきりぶつかってきたんで、わざと。はい。2人で待って、当事者2人で待っててくださいってことで。これ一応ですよね。そう。あの、駅、もう間もなく来ると思います。駅構内の事故ではないです。あの、地上なので。はい。警察官がね、間もなく到着すると思います。本当。じゃあまあ、ちょっと、はい。したらこっちで状況についてどういったお考えかと、はい、私の認識は歩いている時に、あの人がここにスペースがあるにもかかわらずわざとぶつかってきて押してきたっていう認識です。で、あの人の見解としては、なんで俺がどかなきゃいけないんだって言って、まあ、それもここに残ってます、録音したんで。ってことはそれ裏返しで言えば、俺はどくつもりないぞ、前見えてるのにどくつもりがないぞっていうことでわざとぶつかってきたっていうことなので、なのでそれは避けるスペースがあるにもかかわらずわざとぶつかってきたっていうことの裏返しなので、もう確実にやってるなと。押し方もそうでした。明らかにどけよっていう感じだったので、それはお互いがこう避けなきゃいけないんですけど、しかもそれただぶつかった感じではない。それぶつかった時分かりますよね。ぶつかった時にわざとなのかわざとじゃないかっていうのは、私も今まで何度かぶつかったことありますけど、あ、たまたまぶつかったんだなっていうのと、これはちょっと怪しいなっていうぶつかり方は今まで僕も何度かあるし、その後のあの人の行動、僕もぶつかった時に振り向きました。そしたらあの人もずっとこっちを睨み続けているような状況だったので、それは
多分わざとだなと。まあまあ、そのさっきエレベーターのところで、あの人がおっしゃってたことがその通りだと思うんですけど、なんで俺がどかなきゃいけないんだっていう認識でずっとまっすぐ歩いてる。でそれはよく YouTube とかでも上がってますけど、わざとぶつかっていく当たり屋、結構問題になったと思うんですけど、まさしく今回その問題だと思うんですよね。でそのとっさに避ける、避けます、避けます、そうしました、しました、したんですけど、ぶつかってきたんで僕はおかしいなと思ったんです。避けたのを追われた感じでやられた、確実にそうです。だからといって僕回避動作を取ってるんで、確実にそれ回避動作を取ったにもかかわらずぶつかってきたから、もうなんて それが最初に言った違和感です。あ、たまたまぶつかったのか、うん、恋にやってきてるのかっていうのはそこです。ちょっと話してみますね。このままもう三年生に離れるっていうのはどう考えてますか。ああ、謝罪はしたくないな。話すのってお互い気分悪いなと終わりになるんじゃないかなっていう。いや、もうああいう理不尽クレーマーは慣れたんで喋ってもいいんですけど、僕らとしてはもちろんそれでそうこう和解ができるんだったら一番の解決なんですけど、ただ僕の経験上ですけど、確かに他方というか謝られた側がおーってなって俺も悪かったってなることは、まあ、往々にしてあるわけですよ。ただそういうタイプかと言われるとちょっと、いや違う気がします。さっき喋ってましたけど、もうちょっと警察官、もう最初からガンガン来てたんで、もうこいつヤバいやつだって僕もそういうパターンで来る可能性は低いのかなと。ちょっとそうです。あれですもんね、別にじゃあ帰りました、うん、で向こうがじゃあ急に被害届出したいとか言ってたら、そっから僕が出せばいい。なので、まあ、その場合はやっぱりお互いに出すっていう話になると思いますけど、ただこの状況って法学部の方なら分かりたいと思うんですけど、お互いに故意だとか刑事事件としてルージだけですからってなってくるんですよね。ってなった場合、まあだいぶ後々向こうが本気で弁護士やってとか、いやでもあれですもんね、僕あのお互い個人情報分かんないですもんね、知りようないですもんね。ああ、そうですね、弁護士の時は使うのに相手の個人情報ないと使えないから、お相手のことが分からんと、いろいろ送付先もあれっすね。あ、そうなんです。でさっきあのおじさんは自分で俺の名前さっき110番とか言っただろう、村田さんとかって言っただろうとか言って自分で言ってたんで私知ってますけど、向こうの人は僕の名前知らないです。僕は言わない。それ知ってるんで、言いませんって言うんですけど、僕はあの人の名前は知ってます。さっき自分で言ってたんで。だから俺の村田なんとか言っただろうって。僕は使えるんですよ。僕は使えますけど、あの人たちが使おうと思ったら使える。あくまでも個人的な。いや、前別件警察官の方に聞いたんですけど、個人情報の関係で、その、要は、相手の名前を免許証を見せ、はい、まあ、さっき僕も見せて教えましたけど、はい、相手が教えろって言っても教えられないです、ね、教えられないですよね。それは絶対教えられない。なんで、たとえそれが弁護士さんからであっても教えられない。で今回別に自己証明とかも出ないんで、もう知りようがない。特定ができない。交通事故だと自己証明出ちゃうんで、あの免許証交換しなくても分かっちゃいますけど、じゃあ離れますか、6時っていう感じでも大丈夫です。いいですよ。ただちょっとやっぱり向こうが話すなっていう話なので、僕はどっちでもいいですよ。いいです、あの話し合ってもいいし。じゃあ僕から一応お伝えはしてきますけど、それは向こうから提案があったんですか、その離れてほしい。自分からですよ。僕らとしてはやっぱり一番は当人同士の話し合いがベストなんですから、話し合いにしろというんだったら話し合いをしますけど、もうこのままちゃんとじゃあ多分そこ乗って帰ります。